の声聞こえたよね。ああ、静かに。この声、家に来たあの男じゃない？殺したんじゃ。シッ。今回は連れもいるのか。トールの息子たちが訪ねてくるとは、よっぽどの用があると見受けるが、時に、あんたらはまだ父ちゃんの顔色を伺っとるのか。入れ墨の男、足跡を見ると子供を連れてる。奴らはどこへ？なぜわしに聞く？この世で最も賢いのだろう。あの世もみんな含めてじゃの。教えれば助けてやるぞ。オーディンと掛け合ってやる。奴らはどこにいる？バルドルよ、お前の父はどうあってもわしを自由にはしない。よって取引はしない。じゃからお前は黙って、その役立たずのろくでなしどもを連れてここからさっさと消えてくれ。誰の目もない時に残った目もえぐってやる。忘れる。楽しみにしておけよ。黙ってろ、バカどもだ。噂をすれば何とやらじゃな。子供を連れて旅する入れ墨の男。周りに誰もいないか確かめろ。本当に予定ヘイムへ行くんだ。ずっと誰も行けなかった巨人の世界。それって本当？都合が悪い。魔女の家への道を覚えているか？うん。真っ赤な葉っぱの森、湖の南、道もわかる。ミーミルと生き返るかな。の枝だ。おい、道から外れるな。うん、分かってるって。家にやってきたのがあのバルドルだったなんてね。アース親族のバルドルだよ。しかも父上勝っちゃったし。そうだ、オーディンの息子でトールの兄弟、僕たちのことを探してる。どうしてこんな。生き返った首に聞けばいい。分かった。種族だと。その時が来たら教える。下の毛いじってっときにわめかれたら頭にくんだろ。放っておけ。まったく、もう押せ。興ざめしちまった。仕方ねえからこっち来な。腹は減っておらん。うん、食ってけとは言ってねえ。シンドリと会ったよ。そりゃめでてえな。
どうせまたあいつに俺の斧をあれこれいじらしちまったんだろ。シンドレや時々仕事にのめり込んで食うことも忘れちまうんだ。そうだ、飯だと思っても結局作らなかったりする。それで海で声を聞いた船乗り、どうしたの？船から海に放りなのか。そう、僕は海水を飲まなくてよかったね。でしょ？そうだ。知らん。出たかったの。母上も戦えたんだよね。ああ、戦う姿は美しかった。水が引いただろ。ヨルムンガンドが目覚めたから。そうか。ヨルンガ！魔女の力はすごいけど、でも本当に首を生き返らせられるの？腕は確かな様子だった。失うものもない。もし生き返らなくても、持ってていい？ダメだ。魚にでも食わせろ。
ここはどうだろう。アース神族よされ、神はお断りみたい。いたいた、僕たち覚えてるかな。なんだその名前は。教えてくれたんだ。